はい、台湾クエンです。ただいまですね、新潟県の燕市にありますですね、国道116号線沿いにありますですね、後楽園24時間ですねでございます。ホテル営業中でございます。2900円ですね、で宿泊できます。はい、今こんな感じでですね泊まりましたけども、こっちの方はですね、一面もう田んぼですね。一面が完全に田んぼで覆われております。ちょっとお見せしたいと思います。皆さんにですね。皆さんにこの田んぼの風景をご覧に入れたいと思います。ね、よいしょ、こんな感じですよ。一面田んぼです。こんな感じですね。で、ここはですね、宿泊させていただくですね、後楽園さんですね。こんな感じで、私はですね、一番裏側のですね、部屋をですねお選びいただいてですね、宿泊はしております。こんな感じになっております。裏側ですね。こういう感じですね。はい、でございます。で、一面田んぼなんですよね。今稲刈りはここら辺は終わってますね。カエルがうなってる音は聞こえます。よいしょ。はい、この激渋なですね空間に今潜入したいと思います。通過します。はい、でですね、泊まる部屋をですねお見せしたいと思います。皆様にですね、よいしょ、こんな感じですね。 1,2 こんな感じで続いてまして、タバコがですね、これあれがないんですよね。もう普通に買えるんですよ、これ。お金入れるとシュガレットですね。タバコ特別室、本当は特別室入りたかったんだけどな。でもまあしょうがない。私が今日入ったのはですね、この6番、洋室でございます。赤くなってますね。洋室でございます。で、鍵。もう一回入ってるんで、まあ、ちょっとですね、どんな感じか。ちょっとここはどんな感じなんだろうね。ここはトイレですね。トイレ。トイレです。で、ここに冷蔵庫あります。で、布団がですね、こんな感じで用意されてます。シングルですね。で、ちっちゃいテレビがここにありますね。で、ここにソファーがあって、で、ここにですね、まあ、私ちょっともうかけてますけども、ここに浴衣と、あとは、風呂のですね、洗うやつと、あとはバスタオルが入ってます。で、
っと開けますか。で、ここ、こんな感じですね。ちょっと明るくしましょうか。電気。こんな感じですね。で、ここに、歯磨きのセットがありまして、で、ここは風呂ですね。ほんと、ここで、椅子かけるところで、こういう部分ですね、水を入れて、やるタイプでございます。ちょっと見てみましょうか。ああ、こんな雰囲気ですね。こんな感じです。はい、国道111号線が、こっちの左側ですね。でございます。虫が入ってくるんで開けないでくださいって言われましたね。ちょっと閉めます。よいしょと。このですね、電話が渋いですよね。この電話、フロントは30でフロントに繋がるそうです。この渋い電話。で、そこにもですね、コンセントあって、ここにもコンセントあるんで、まあいいかなって感じですね。はい。こんなシャンデリアですね。渋いシャンデリアがついております。かっこいいですね。でございます。はい。ではですね、後楽園、ちょっと堪能したいと思います。ありがとうございます。